その横の写真は母親だ。この親子6人の命を奪ったのは、父親の小松博文被告だ。事件はおととし10月に起きた。小松被告は茨城県日立市の自宅アパートで、自分の家族6人を包丁で刺した上、火をつけて殺害。自らの足元にもガソリンをまき、自殺を図ったが死にきれず、警察に出頭し逮捕された。妻から別れ話を切り出されてやりました。殺人犯の子として残すのは忍びなく、子供も殺しました。取り調べに対し、こう供述したという小松被告。これは私たちが小松被告と交わした50通以上の手紙だ。家族6人の命を奪った凄惨な事件とは対照的に、几帳面な文字で客観的な文章が綴られている。日々後悔し、手を合わすことしかできません。こうして向き合い、もがくのもまた、償いなのかなと思います。心の底にある泥の部分を吐き出さねば、真の償い道へのスタートラインには立てないのでは、と考えております。20回以上にわたる面会。記者が目の当たりにしたのは、罪の重さに耐えきれず、生死の境をさまようまで、自らを追い詰めていく小松被告の姿だった。妻と5人の子供を殺害した小松博文被告。現在、初公判を前に争点を整理する公判前整理手続きが行われている。小松被告はどんな人物なのか。事件から半年後の去年4月、記者は警察署で面会した。警察官に伴われ、面会室に現れた小松被告。黒い T シャツに紺色のスウェットを履き、坊主頭になっていた。記者がどんな思いで過ごしているかを問いかけると、なぜ自分だけ死にきれずに生き残ってしまったのか。私にできることは、一日も早く死刑判決を受け、執行されることしかありません。家族が笑っているような夢ばかり見てしまいます。楽しかった家族との思い出ばかりの夢で、それが辛いんです。6人の命を奪ったのですから、死刑になるのは当然です。小松被告は眉間にシワを寄せ、目を伏せた後、話を続けた。両親はすでに亡くなっていて、天涯孤独の身です。一番大切な家族を奪った自分は、どれほど愚かだったのかを思い知らされました。千葉県八街市で育った小松被告。自らのことを一人息子で甘やかされて育ち、嫌なことがあると楽な道に逃げるような性格になったと話す。
高校中退後、定職にはつかず、親からの小遣いを頼りに暮らしていた。しかし、父の死をきっかけに、これまでの人間関係を断ち、少しはまともになろうと、茨城県日立市に移り住んだ。そこで病院の受付をしていためぐみさんと知り合い、結婚した。めぐみさんには前の夫との間にできた娘のムーアさんがいた。小松被告はムーアさんのことを実の娘のように可愛がっていたという。まあ、結構仲良くやってるって言って、そんで長女の人もその家のこといろいろ手伝ったりしてくれるんで助かってるとは聞いてました。やがて4人の息子が生まれ、家族は7人に。ムーアさんは弟たちの面倒をよく見て、料理や洗い物も手伝うしっかり者に成長した。4人の息子は妻のめぐみさんが焼き餅を焼くほど小松被告に懐いていたという。とても子煩悩ですよ。家族でお父さんが連れてったり、子供とお買い物行ったりとかのは見ました。小松被告は福島第一原発の除染作業や土木工事の仕事などに就くが、嫌なことがあるたびに辞めてしまい、生活は困窮した。妻のめぐみさんは生活苦から昼は病院の受付をし、夜はスナックで働くようになる。やがて店で知り合った男性のもとへ子供と一緒に行きたいと話し、離婚を切り出した。小松被告は離婚を受け入れることができず、犯行に及んだ。他の男性には渡したくないと思い、妻を殺して自分も死のうと思いました。その場合、子供は殺人犯の子として一生十字架を背負わせてしまいます。そう思うと忍びなく、子供も殺しました。事件から1年後の去年10月。それまでの面会で罪と向き合いたいと話していた小松被告だったが、妻の両親が事件について語った供述調書を読むことができないでいた。その思いを記者にこう打ち明けた。何度も読まなければいけないと思いながらも、苦しくて読むことができません。まだ事件と真正面から向き合えていないんです。俺はいつも逃げてばかりなんです。口元に手を当て黙り込む。この日の面会ではほとんど言葉を口にすることはなかった。その20日後、記者のもとに手紙が届いた。私も私なりに事件に向き合うことを決め、弁護士に頼み、調書類入れてもらうように頼みました。そして初めて妻の両親の供述調書を読んだという。その数日後に面会すると、小松被告は青白くむくんだ顔で面会室に現れた。妻の両親の調書は想像通り厳しい内容でした。死刑を強く望んでいます。特に
妻の父親は自分で仇を取ってやりたいと話していたそうです。肩で呼吸し、息を整えるようにして言葉を継いだ。事件について思い出すことが増え、睡眠導入剤がないと眠れないんです。顔がパンパンに腫れてしまったので、一度睡眠導入剤をやめてみたんですが、その日は一睡もできませんでした。頭を抱えながら記者に問いかけた。どうすれば償えるんでしょうか。自分の命なんかで償えるわけがないのは分かっているんですが、償いって何ですか。この面会の翌月、小松被告は警察署内で倒れ、病院に救急搬送された。関係者によると、一時心肺停止状態になり、生死の境をさまよったという。一命は取り留め、2ヶ月後の今年2月に退院し、水戸刑務所に移送された。記者が面会できたのは4月になってからだった。小松被告は一人で歩くことができず、刑務官に支えられて面会室に入ってきた。足を引きずりながら歩き、やっとのことで席に着いた。事件後の記憶がほとんど抜け落ちてしまって、なぜ自分がこうなってしまったのかが、さっぱりわからないんです。ろれつが回らず、自分が倒れた記憶も全くないと話す。頬はすっかりこけ、目の下のクマがくっきりと浮かび上がっている。自分の供述調書などを見て、記憶を少しずつ取り戻しているところです。右手の震えが止まらないため、左手を机の上に置き、なんとかバランスを保とうとしていた。自らの罪とどう向き合い、どう償っていくのか。小松被告には相談していた人がいた。命とか生きるということについて皆さんと一緒に考えていけたらと思っております。中谷佳代子さん、別の事件で娘を殺害された被害者の遺族だ。刑務所や学校などで命の大切さを伝える講演を続けている。この活動を小松被告が知り、手紙を送っていたのだ。中谷さんの娘、あゆみさん。13年前、山口県の高等専門学校に通っていた二十歳のあゆみさんは、同級生の19歳の少年に暴行された上、殺害された。小さい頃から人懐っこい笑顔と優しい性格で、誰からも愛されたあゆみさん。中谷さんの自慢の娘だ。高等専門学校に進学して建築士を目指し、国立大学への編入も決定。夢へ向かう、まさにその矢先に命を奪われたのだ。
そうですね、あんちゃん起きて起きてってね、あんちゃんもう起きる時間なんじゃけ、起きんやねって言ってね、何遍でも何遍でも呼んだんですけど、あゆみは、起きることはなかったですよね。ただその私ができたのはその柔らかいほっぺたを触ることだけで、だからその感触をこう忘れないようにずっと手の中に残しておきたい、これは残しとかないといけないものだって思って。あゆみさんを殺害した少年は逃走の末自殺した。命を奪った理由はわからないままになり、少年に罪を償わせる機会も失われた。なんか本当は生きて罪を償ってくれたら少しは本当供養になったかなと思うんですが、残念ですね、本当に残念です。中谷さんは娘の事件を通じて加害者がなぜ犯罪に至るのかを考えるようになった。まあなんとかやってますよ、でも今でもずっとあゆみは私の憧れですしね、そのあゆみがどう思うかな、どう考えるかなっていうのをいつもこう自分の中の指針にしながら、それでこれからもね生きていきたいなと思って、だからあゆみと一緒に今からも生きたいなと思ってます。あゆみの犯人である彼も日々の幸せを大事にもっと考えていてくれたら、あるいはこういう事件に、ね、なってなかったんじゃないのかなと思うんです。幸せを感じる気持ちがあれば事件を減らすことができる。中谷さんがあゆみさんと共にたどり着いた結論だ。命を償うということ、これはたとえ命でもできません。一度失ってしまった命はもう二度と帰ってこない。でも償うということにもし方法があるとしたら、それは加害者がその後の人生をどう生きるのか、その加害者の人生の中にこそ償うということのヒントだったり答えだったりがあるんじゃないか。今年5月、中谷さんは小松被告と会うために水戸刑務所に向かった。こんにちは、小松さん。こんな遠いところまでわざわざありがとうございます。足を引きずりながらも体調は少しずつ回復している様子だった。小松さんにも幸せを感じる心を持ってほしいんです。自分で幸せを感じられない人は人の幸せも願えません。どうか前を向くことで償っていってほしいと思います。中谷さんがおっしゃる幸せとはどんなものですか？独居房の窓から青い空を見たら綺麗だなと思う心を持つこと、鳥の鳴き声が聞こえたら綺麗な声だなと感じる心を持つこと、そういう普通の幸せを感じる心を持ってほしいんです。私は一番大切な娘を失うことでそれを知ることができました。
少しずつ前かがみになっていく。小松さん、こうやって胸を広げて深呼吸してみて。目をつぶって大きく息を吸う小松被告。いつも下を向いてばかりいてはダメよ。時にはこうやって大きく息を吸って少しでも前を向いてみてください。小松さんが命を投げても償いにはなりません。どうしたら償いになるかはよう言えんけど、焦ることなく止まることなく、償いとは何かを探して生き抜くことがきっと償いに通じる道だと思います。小松被告の目には涙が浮かんでいた。面会を終えた中谷さんは、事件に、ね、対して向き合おうと一生懸命そう向こうとしているのはやっぱり間違いないなっていうのは感じることができたのでね、その限られた空間でしかないけれど彼の人生をやっぱり前向いて生きていってほしいなと。その2日後、小松被告は中谷さんへの手紙をしたためていた。今は胸を張って大事なもの家族と言えますが、事件当時そう思うことができたならこんな事件は起こさなかったかと思います。事件から間もなく2年が経とうとしている。今月1日で記者との面会は21回を数えた。あと何年生きられるかは分かりませんが、自分が死刑台に立って吊るされる時まで反省を深めていきたいと思っています。せめて償い道へのスタートラインに立てれば。